2020年マリ軍事クーデターは、2020年8月18日に、マリ共和国の首都バマコにて発生した、軍の一部によるクーデターである。イブラヒム・ブバカール・ケータ2013年の、マリ共和国大統領選挙で、イブラヒム・ブバカール・ケータが当選し、同国は2012年のクーデター以来の民政復帰を果たした。ケータは2018年の大統領選挙でも勝利し、 再選されたが、政権腐敗や経済失勢、また不正選挙を指摘する声が広まっていた。また、マリ国軍内では、給与の問題や、イスラーム過激派との紛争が続くことに対して不満が溜まっており、ケータ大統領に対する反感が広まっていた。2020年3月29日は、議会総選挙の第1回目投票が執行されたが、その3日前に、 野党の有力指導者総前ら施設が、正体不明の集団により拉致され、また29日の投票開始直前には、COVID-19 によるマリ共和告発の死者が出るなど、感染症の脅威にさらされながらの投票を強いられた。4月19日の第2回目投票では一部投票が妨害され、一旦は選挙結果が発表されたものの、憲法裁判所が4月30日に147、 議席中31議席について、結果を覆し、ケータ大統領を率いる与党、マリのための団結が10議席も増える結果となった。この決定は、複数の都市で抗議デモを引き起こし、5月30日には、主要野党と市民団体が新たな反政府団体、6月5日、運動愛国勢力の団結を結成した。2020年6月5日、ポペリストのイスラム指導者、 マハムードリコが率いる大規模グループが、ケータ大統領の退陣を求める大規模デモを実施。6月11日に部ブ,ブシセ首相は一旦辞任したが、ケータ大統領によりすぐ再任され、6月5日、運動は6月19日に再び大規模な反政府デモを実施した。7月10日の大規模デモでは、治安部隊とデモ隊との間に衝突が発生し、 最初の三日間で少なくとも十四人が死亡した。西アフリカ諸国経済共同体はケータ大統領と野党陣営の間の仲裁に乗り出し、協議を続けていたが、七月十八日にはエコアスが提示した調停案が野党により拒否。七月二十七日にはエコアスが統一政府樹立を促し、妨害する勢力に対する制裁をほのめかしたが、野党はこれも拒否し、 ケータ大統領に辞任を流した。ケータ大統領は8月10日にエコワスからの提案の一部である憲法裁判所の裁判官9人を信任したが、自身の勢力下にある人物ばかりであったため、ケータ大統領による権力乱用であるとデモ隊が猛反発。翌8月11日には反政府デモが再開され、治安部隊はデモ隊に 催涙弾や水を用いて分散させるなど混乱が続いた。政権を掌握した国民救済委員会のメンバーカーティ軍事キャンプのナンバー2であるマリクリアウ大佐ともう一人の司令官サディオカマラ将軍が反乱計画を主導。この軍事キャンプは2012年のクーデターが起とされた場所でもあった。2020年8月18日、一部兵士が首都バマコ近郊のカティにある。 軍基地を占拠し、反乱軍は、バーマコへ行進。18日午後に、大統領皇帝を襲撃し、中にいた、ケータ大統領とブブシセ首相の身柄を拘束したほか、ケータ大統領の息子や国会議長、外務大臣、経済大臣ら政府交換も拘束された。反乱軍は大統領らをカティに連行した。反乱軍は、バーマコにて、 ケータ大統領辞任を求め集まった群衆より声援を持って迎えられ、また一部が暴徒化し、政府関連の建物が放火された。ケータ大統領は、翌8月19日早朝に国営テレビで演説し、自らの権力維持のために一滴で餅を流すことは望まないとして、自身の辞任と議会の解散を表明した。その後、新たに設立された国民救済委員会が、 旧慶太政権に代わって権力を掌握し適切な時期に選挙を行い民政に移管することを表明8月19日には国防省本部で足見小板大佐が記者会見し自らがクーデターの首謀者であると同時に国民救済委員会委員長に就任したことを明かした8月27日軍部は慶太らの身柄を解放し自宅に戻らせたと発表した エコワスは1年間で民政移管するよう求め、またそれまでの間に設置される暫定政権のトップには分民を据えるよう要求したが、9月21日にごいた大佐は、元軍人のバヌダウ元国防大臣を暫定大統領に指名し、自らは暫定副大統領に就任することとなったほか、暫定政権の期間は、エコワスの要求より6ヶ月長い18ヶ月とした。 9月25日就任先生、ありがとうございます。